残念ながら負けてしまったかりんさんのメイクテクもお見せします。彼女のお肌は半身浴の効果ですでにツルツル。薄メイクで変身できるなんて羨ましい。アイテープで二重幅を広げていますね。ベースメイクがあっという間に終わっちゃいました。何もしない部分を残す今流行りの引き算メイクですね。でも肌に自信がないとできない。体の内側から変身しているビサギさん。私も明日からお風呂で傘ささなきゃ。これが私のメイクです。さらなる詳細は番組サイトで。あなたも綺麗になれるわよ。